いや、俺やっぱダンスうまいんじゃねえの。結局ワンテンポ遅れてましたよ。細かいこと言うなよ。もうこれなんだから。まあそう言うなって。ライブは盛り上がったんだし、よかったじゃねえか。ああ、それじゃ。おう、お疲れ。お疲れ様。これからはダンサーとしてやっていくのも悪くないかもな。ヒーローはどうするんですか。ない、私のカバンがない。ん、ブルーローズの声だな。何かあったんですかね。どうした。それが、私のカバンがどこにも見当たらなくて。カバン？大切なものなんですか。うん、そんな大事なものは。あの中。なあブルーローズ、これ。え、何？いや、俺がお前のタオルにコーヒーこぼして台無しにしちゃっただろ。だから私にくれるの？悪かったな。別にいいけど。どうして涙が溢れて。やっぱり私、タイガーのこと。どうしたんだ。うん、なんでもない。あ、そういえば。ん？ん？この間アニエスさんから聞いたんだけど、こういうイベントがあると決まって現れる楽屋泥棒がいるんだって。え？え？でも、なんかのネクストみたいで、いつも逃げられてるって。私ちょっとアニエスさんに連絡してくる。じゃあ、あいつのカバンが取られたのも、きっとその楽屋泥棒の仕業だな。おそらく。でも、能力わかんねえと動きようがねえしな。何なんでしょうね。あ？あ？え？なんて格好してんだお前。うっさい！うわ、消えた。どうやら奴は姿を消せるネクストのようです。え？なんなの今の男。きっと奴が例の楽屋泥棒ですよ。よし、あと追いかけるぞ。ボンジュー、ヒーロー。すぐ犯人を追ってちょうだい。中継入れるから。さあ、今回のターゲットは連続楽屋泥棒です。それを追いかけるのはタイガー&バーナビー。おらー、待てー。え、なんで。すんげー目立ってんぞ、その煙。よりによって一番暑苦しいのが追ってきた。ブルーローズちゃんに代われ。あれ、そのほくろ。どうしました。昔バニーの代役で着てたやつだろ。え、おんま楽屋泥棒だったのか。違う、あの時はまだ。ほんとか。あんたらのせいだぞ。何？何？あのイベントの日、楽屋の警備が薄いって知ってしまったから、楽屋泥棒の道に進むしか。そんな道進まなくていいだろうが。人のせいにすんな。考え方の屈折した男だ。うっさい。いつもブルーローズちゃんに会えるあんたには分かんないんだよ。逃がすか。このまま追い詰めますよ。このまま行けば余裕で。まだまだいけるわ。いえ、行くのよ。ゾクゾクしてきたわね。さあ、盛り上がってまいりました。ぐんぐん来てるわよ、視聴率。こことぐんぐん来まくってるわよ。さあ、盛り上がってまいりました。このまま行けば余裕で追いつくことでしょう。
すごいわよ、これは歴史に残るわよ。来てる。このまま行けば余裕で追いつくことでしょう。このまま行けば余裕で追いつくことでしょう。来てる。俺、よし、来てるぞ。さて、行きますかね。決めてくださいよ。はい、なんで？いつの間に追い越したんだ？びっくりした。どうしたんだ俺。何ふざけてるんですか。何？今日の俺なんかすげえぞ。なんかいつもより力が強いんだ。は？まだ十分時間はある。余裕であんなやつ捕まえてやるよ。あれ？なんで俺能力切れてんだ？まだ時間は。今日の小鉄さん、すごかったですね。いや、あれは。でも、余裕を見せるのもほどほどにしておいてくださいよ。あのさ、カバン取り返してくれてありがとう。おう。するから。なんだ？よかったわよ。この調子でお願いね。皆様お待たせしました。ヒーローランキング結果発表です。ワイルドタイガーキングオブヒーロー。相変わらずここで歌ってるんだな。ブルーローズとしても十分歌手活動できてるんだから、わざわざ続ける必要ないのに。あれはみんなブルーローズとしての歌が聴きたいだけで、私本人の歌を聴きたいわけじゃないから。何をニヤニヤして。いや、真面目だなと思ってさ。舞い上がったりしないんだな。あんたと一緒にしないでよ。え？コンビの人気が出たからってあんまり浮かれてるとまた人気なんて一気に下がっちゃうんだから、気をつけなさいよ。ああ、まあ俺はあくまでバニーのパートナーとしていろいろ取り上げてもらってるだけだから、俺個人の人気はそんなに。そうかな。ひょっとしたらタイガーのファンだって結構いるんじゃないかな。確かにな。俺に送られる声援の数が最近増えてきたような気がするんだよな。すぐ調子に乗る。本当のお天気なんだから。あんたに悩みなんて何もなさそうね。失礼だな。俺だって悩みの一つや二つくらいあるさ。へえ、どんな？俺のあげたプレゼントちゃんと気に入ってくれたかなとかさ。苦心して選んだものだからちゃんと使ってくれてるといいんだけどな。それは一応もらったものだから使うよ。だといいんだけどな。親の気持ちが伝わらないってのは切ないからな。え？楓、あいつどう思ってんだろう。少しでも喜んでくれてるといいんだけどな。ああ。なあ、どう思う？そんなこと知らないわよ。私に聞かないで。え？なんだ？
なんで？レジェンドさんって答えの何が悪いんだよ。まあまあ。いや、それにしても驚いたよ。ご両親がロボットの研究をしていたなんて。ええ、研究所に何度も連れて行ってもらったのを覚えています。人を助けるロボットを作り、世の中を平和にしたい。それが二人の夢だったんです。ええ、研究所で働く二人の姿がすごくかっこよくて、本当に両親が大好きでした。俺も楓にそんな風に言われてな。きっと娘さんだって。いやいや、電話しても文句ばっかりだぜ。話題が古いとか、つまんない冗談言うなとか、期限がダセーとか。確かに。お前な、アンドロイドとおぼしき集団が街中で暴れているわ。直ちに現場へ向かってちょうだい。突如として現れた数体のアンドロイド。一体誰が何のために破壊行動を始めるアンドロイドに市民の安否が気遣われます。アンドロイド、急ぐぞ。被害を最小限に食い止めねえと。はい。アンドロイドってこいつらのことか。こんな高性能のアンドロイドが存在していたなんて。していたわけではありません。私が存在させたのです。誰だ？あなたがこれを。私はアンドロイドに無限の可能性を感じていましてね。アンドロイドは人間を超える、いや、ネクストをも超える存在になりうる。そこで、すべてのものの頂点に立つ最強の存在を作ろうと研究を続けてきました。うわ、そこで作り上げたのがこのアンドロイドたち。あなた方には彼らの性能チェックに付き合っていただきましょう。私が最高傑作を生み出すためのね。そんなくだらないことのためにこんな騒ぎを起こしたのか。くだらない？これは人類の進歩のための研究なのですよ。こんなものが人々の役に立つと思っているのか。おや、あなたからそんな言葉が出るなんて。ご両親のしていた研究を忘れてしまったのですか。まだ私を思い出しませんか。あなたは。ご両親の部下だったロトワングですよ。シスのベースはお二方の研究が元になっているのです。研究は私に受け継がれ進化を遂げました。あなたのご両親もお喜びに。そんなはずはない。ん？父と母は人間を助けるアンドロイドを作りたいと言っていた。二人が作りたかったのはこんな戦闘兵器じゃない。ここはお願いしますよ。ワイルドに吠えるぜ。いざ。このいかなる時でもスポンサーを大切にする姿勢には感服です。ゾクゾクしてきたわね。僕がいないとダメですね。来ましたよ。そこだ、そこだ、あんまり心配させないでください。この瞬間、視聴率がうなぎ登りだ。
んでもないことが起こりました。これぞ生中継の醍醐味です。ボスがいないとダメですね。ってこと、ギュウギュウ決まってるわよ。僕がいないとダメですね。大丈夫です。僕がついてますよ。アンドロイドは全て破壊した。もう終わりだ。いつか再びあなたたちの前へと現れます。アンドロイドの最高傑作を携えてね。その時が来るのをどうかお楽しみに。バニー、バニーと一緒に能力発動させたはずだよな。でも、どうして俺の方が早く切れたんだ？また、怒ると思いますか？え？昨日のようなアンドロイド事件が。大丈夫か、バニー。両親の研究がこんな形で続いていたのはショックです。でも、父と母が何を望んでいるのか、僕にはわからない。二人の思いを理解できないのがやるせなくて。ああ。いやー久しぶりですね。急に連絡来たんで驚きましたよ。ちょっと聞きたいことがあってな。はあ。お前最近変わったことはないか。え？特には。あ、強いて言えばこの前急に能力がアップしたくらいですかね。落ち着いてよく聞けよ。もしかしたらお前の能力は減退し始めているかもしれん。減退？極めて稀なケースだが、だんだんと能力を失っていくネクストがいるんだ。その前兆として一度パワーが増幅する。消える前のろうそくのようにな。え？こんな視聴率、番組史上初よ。あなたのおかげね。皆様、お待たせしました。ヒーローランキング結果発表です。ワイルドタイガー、キングオブヒーロー。